お願いします。はい、真正面に入ったら早い手の回転に、うわーうわーなんか真正面に入ったらぶつかる。これは普段の練習の切り返しの時みたいにうまいこといかん。あるいは受ける体勢によるけど、あちらも攻撃の体勢になるから、お互いに攻撃の体勢になる。ぶつかっても相手は後ろに後退して下がって崩れても、自分も崩れたらあかんな。これだけど真正面から行くのはどうしてもエネルギーのロスが大きいから、僕が最初やった方がいい。はい、反対。いやこれは非常にぶつかっとうな。金も出るつもりやな。だからぶつかり合う。切り替えたときは止まった相手だ。それで当たる。今回はどっちも出よう。どっちも出ようからピン。あっち側は止まってるのを打っているもんだ。はい、飛びやすい。これは飛びにくい。特に殻小さいものは殻大きいものにこんなんやったりな。うまい人もこんなんやったか。けど、まあ行こう。まっすぐ。リアッブラーッ、はい、また、これはロスが大きいから、僕は、筋を外して、やりなさいと言ってる。また、今見とって、後で見たら分かる。片一方、ロスが多い。体力ロス。な。だから、これは、うわぁって言った方が、ロスが少ない。あれやな、ロス。今度当たったぐらいやな。また、それで、ああいう風に、斜め行くことを進める。いいか？それを切り替えの最後でやっとうな。切り替えの最後でやっとうな。だから切り返す時間は片一方を受けて片一方は打ち合う。それに対してこれ両方とも打ち合う。な。両方とも打ってるところに僕はちょっと今回もっと外すよ。な。うわぁ、これ外してみて。あのぐらいにいかんといかん。これが線を取る。次も、まあいいか。おいで、当たるとこが出てくる。おいやちょっとこれはこのぐらいから、これでも大きいぐらい。な。だけど、これ見たら、僕というのは、ヒーヒーと打たれたことがある。これ、斜め左後ろへ来たら、待ってくださいよ。赤いやつな。この前。これ。シーシッ。こっちへ。で、終わり。いいか？はい。さよなら。ありゃあ！バレッカー！ちょっと、あとついてる。それが、これも一種の、まあこの線かな、相手に打ち付かれ、相手に目を取らなければ前に。はい、その次、相手が
が打って平らかにして、はい、これで打って平らかにして、はい、打って平らかにして、じっとしとった穴が、ここで待っとったら穴が、はい、打って、うわー、それであそこでブレーッと、まあほんまに当たっとったから動けんか、そこで起きて耐えたらかもな、ちゃんと受け取った、当たってへんから、あそこでブレーッと最初起きる、はい、すごい、次、はい、ほんとに、そこまで、終わり、こんな、あとか、それで、あんなとき、まず下がる。下がったら、はい、はい。はい、うわぁ、おっ、すごい。これ下がるの、なんてことな。な。はい、もう一回。打って、耐えたり。耐えすぎちゃう、僕は出る。うわぁ、やった。こうやって。耐えたり。打って返す。さあ、これやったら勝負つかない。だから、打ったやつを受けたら下がる。下がった時に打つ。ということをゆっくりやります。はい。はい。打って、はい。パッと。思い切って打って、思い切って、大体すごい。うわぁ、ほい、これ、大体刺す。大体刺す。打ったやつは受け。次のやつは大体刺す。下がって受け。はい、もっと。全力。さあ、それでも怖かった。こちらに。はい。左の後ろから。はい。ほい。左の後ろから。いいか。いいね。一緒に行くか。はい。一緒に行くか。さあ、そこで小さくしたら早くなる。小さいよ。はい。わっ。
ataque. Ahí queda menos. Ahí queda. ¿Por qué la puta de acá? Y dale un chido de esa.次の動作、次何かするな。その前に、
さあ、ほい。皆さんはもっと元気で気合いが入った。あたらんとこで言うと間合いを考えて、はい、それでは